使おうか。使えるものは使っとく。いや、もうちょっと大事な時に使う。ああ、スカウトもいるし、監督もいる。よし、とりあえず監督の前で、最初は試合に出れるようになっていかないと。あべ。しっかり来ないな。ああ、でもない、こうでもない。そうでもない。俺には関係のないこと。しばらく考えたがきっかけはつかめなかった。ダメじゃん。休みだからって遊びすぎちゃったな。早く帰らなきゃ。あれ、このお店前からだったっけ。ショップ、いいね。お出かけかな、お出かけ。あ、違う。遊ぶで行けるってことか。あ、これか。あー、なるほど。結構美味しくない？ 7500 円で30アップって。そんなことないか。あ。うわお。なるほどね。はい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 。マイナスがこれで手に入るとね。いいじゃん。再現とかなんかしたい人だったらこういうのなんかありがたいよね。100円払うだけで、こうマイナスが手に入るって。はあ、なるほど。サポーター、丈夫なサポーター。サポーター買っとくかな、ちょっと。ね。マッサージチェア。あー、どうしよう。もうちょっと貯めて救急箱買うことにしようか。ね。そうしよう。あー、そこには手塚じゃないか。持ち込んでるみたいだけど何かあったのかな。元気よく背中を叩く。よし、ここは先輩である俺が元気づけてやるぞ。よー、元気か。びっくりした。うかい先輩、びっくりさせないでください。ごめんごめん、でも元気出ただろ。元気まだ今最初から。ってあれ、止まった。さっきまで続いてたしゃっくりがピタリと止まりましたよ。ありがとうございます。あ、うかい先輩、ありがとうございます。あー、そう、そりゃよかったな。逆境か。へえ、連連高校も出るんだ、今回。はい。元女子校でやんすからね。女の子がいっぱいでやんす。矢部くん、今日は練習試合しに来たんだよ。わかってるでやんすよ。あ、葵ちゃん、葵ちゃんもボイス入ってんの、今回。なんだ、女の子はマウンドに？ユニフォームがブカブカでやんすが。すごい！すごい、しか、すごい球だ。しかもアンダーって。ゲームセット。すごいね、君。あんな球が投げられるなんて。うわぁ。正統派やな。さすが。俺はうかい。は矢部でやんす。僕は早川葵。うわぁ、いい。同じ地区の高校だから、次は地区予選で会うことになるかな。そうだね。でも、女の子は公式試合に出られないはずでやんすが。今日は練習試合だから、男子ユニフォームを借りて特別に投げさせてもらったんだ。普段は、マネージャーとしてチームを支えてるよ。そうなんだ。ありがとう。うわぁ。僕はマネージャー、僕っ子なんだよな。元祖僕っ子なんじゃねえかな、下手すりゃ。そうでやんす。そんなことない？せっかく鍛えられたあの立派な推し、体型がもったいないでやんす。今、お尻って言いかけなかったか。うわぁ。気になっちゃうよな。お、何？あ、レベルアップか。ああ、びっくりした。何事かと思って今。この天気じゃ今日はグランド使えませんね。そうだな。先輩。何の練習をするんですか？できれば楽な方がいいんだな。そうだな。室内練習場で、素振り。バッティングが過ぎると素振りはつまんないんだな。そんなこと言うと、うかい先輩に怒られるぞ。お前ら喋ってないでさっさと始めろ。全員のミート5アップってでかくない？なんか普通に。オッケー。あー、筋力足りえ。まあ、いいか。ミート力も、ミートもちょっと上げてんだよな。監督、俺の肩を見てください。あ、スムさん、スムくん。こんなところで練習してるんですね。あ、スムくん。たまたま向井さんが神社入るの、見たので、ついてきてしまいました。ここなら結構明るいし、人に迷惑かけずに練習できるからね。すごいハングリー精神ですね。僕なんか専用グラウンドで練習してるから、向井さん見習わないと。専用グラウンド？あ、今のことを忘れてください。あ、冗談ですよ、冗談。そうだよね。真顔で言うから信じるのかったよ。ふぅ、危ない危ない。そうだ。
僕も一緒に練習していいですか？どうしよう。もちろんいいよ。よかった、それじゃあ。ノックしてくれます？いいよ。危なくないか、神社のノックは。お願いします。え、そんな近くでいいの？気がするよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、多分。そう、それじゃあ。すっげえ、さすが怒りの音だね。それは、次は、それは禁句だぜ。ええ。俺にはちょっと近すぎたみたいだ。でもいい練習になったかも。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。じゃあ最後に僕と勝負しませんか？お、それじゃあ十球勝負でしょう。いいですね。ああ、はい、なるほど。6点。なるほど。え、神社でもできんのこれ？嘘でしょ。まあそうだよね。誰？誰か借り出された。板垣くんかわいそう。おい、合格ライン突破。2球でホームラン出ちゃったよ。金属バットだからな。負けました。いや俺も危なかったよ。スム君は負けを素直に受け入れられる。この姿勢俺を見習わなくちゃ。ならまた勝負してくれますか？うん、機会があればまたやろう。兄貴がともかくスム君っていいやつだ。気がつくとスム君と仲良くなっていた。兄貴は、ヘイジャパニーズボーイ。わ、びっくりした。私ドイツから来た大丈夫博士と言います。ついてきてください。急についてきてって言われても、それに一般的な高校生に興味があるって変な人。怪しすぎる。ひどいです。教皇師なんです。プシュ、なに、わや、なんだこれ。麻酔です。ではゲドウ君運んでください。ゲドウ君もボイス入ってるのかい。これはこのボーイのデータですか？これは平均的高校生のデータではありません。能力が高すぎる。使いマシン。え、これでは今回の実験で使い物にならないんです。え、嘘、そういうことあるの？え、何これ。平均以上だったってこと？え？今日お小遣いもらえる日だの、大切に使おう。え、俺天才だったらしい。どうやらみんなグラウンドに出よう。監督が夏の大会のレギュラー発表するようだよ。4番でエースはオイラでやるんですよね。嘘だろ。みんな揃ってるな。では今年の夏の予選大会に向けたメンバー、1年の当初お前はスタメンだ。え、どうりだなと。切り替え早。あとは一緒でやんすね。よし、スタメン入り。よっしゃ。なんだ、ああ、なんだ、盛り上がってるな。監督聞いてたでやんすか。登場権の件納得いかないようだな。いや、ただ驚いただけで。今のあいつは試合に出ることでいろんなしがみを断ち切ることが大事なんだ。え、監督何を言ってる。いや、俺が言えるのは、はあ、やば、野良天才引いちゃったんだけど俺。しゃあ、どうだ俺。これが俺なのよ。これが鵜飼投手郎なのよ。これぞ鵜飼投手郎だよ。野良天才引いたぞ。何パーなの今回野良天才出るのって。結構やばない？正直。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと鵜飼投手郎でした。またねー。